の動画でデザイナーは画面に表示されるものを作ってるって言ってたから、試しにゲームの画面に表示されてるものを見てみよう。キャラクターと地面と木と山と塩と空とステータスと文字と、おい助けてというわけで、助けに来ましたゲーム会社員です。画面に表示されるものを数えてたんだけど、デザイナーってやることめっちゃ多くないですか？良い発見ですね。良いんだ。観察は良いことだと思います。良いんだ。そしてはっきり言うとやること多いです。多いんだ。補足ですが、目に見える作業が多く感じはするものの、デザイナーだけ作業量が多いというわけではありません。他の職種も忙しいんだ。その通りです。あ、そういえばそもそもデザインって何ですか？デザインというのは設計という意味を持ちます。設計、ずっと絵とかだと思ってた。あれ、設計っていうとゲームの内容を決める人みたいにやりそう。ここでもう一つ補足をさせていただきます。ゲームの内容を決める人をプランナーと紹介しましたが、ゲームの設計者という意味でゲームデザイナーと呼ぶこともあります。ゲームデザイナーって言葉だけだと絵を描く人と誤解をしてたかもしれない。なので今回ご紹介するデザイナーというのはグラフィック面を担当するデザイナーです。グラフィック、そういえばよく聞くけど、あんまり知らないかも。視覚表現です。目に見えるものと捉えてください。わかりました。デザイナーになるには、どんなことが必要なんですか？先ほどの設計という単語をもう一度使います。デザイナーは絵を描くことや、3D モデルの作成を行うことがあります。はい。これらはどちらも、目に見えるものを設計しています。と言いますと、デザインは時に、内容や意味がわかることを意識して表現する必要があります。そうなんだ。例えば森を表現するために木を描いたり、攻撃を表現するために剣を描いたり。わかりやすい。その通り。それだけでなく、ストーリー序盤の少し強そうな剣とストーリー後半のとても強そうな剣を見分けられるようにすることや、あのかっこいい武器を使いたい、あのかわいいキャラを使いたいと思わせることができるのもデザインの魅力です。もちろん全てがそうというわけではありませんが、デザイナーは考えていることや物事の印象をどうやって伝えるかということをたくさん考えることが大切です。デザイナーさんは絵を描く人で画力が大事なんだと思ってた。もちろん技術も実力も求められます。ゲームの場合はステータスであったり状況だったりを素早く察知したいプレイヤーのために、どんな表現をするべきかをチームでも個人でも考える必要があるので、これを見たらこう思うというインプットとアウトプットを欠かさないことが大切です。難しい言葉出てきた。インプットとアウトプット、覚えたことを試すの方が分かりやすいかもしれません。それなら分かります。あれ、先生、何でしょう？覚えたことを試すっていうのはデザイナーだけなんですか？良いところに気がつきましたね。わーい。もちろんデザイナーだけではありません。やっぱりそうなんだ。デザイナーには表現や造形を楽しめることも大切なのですが、ですが、学生くんが言った通り、覚えたことを試すことや作り上げたものが与える影響を考えること、これらはデザイナー以外のクリエイターにもとても大切なことです。今回の動画はここまで。必要なスキルの話というよりかは心構えの話になりました。ということは、デザイナーになるためには必要なことってまだまだあるんだ。その通りです。またこの続きをお話しできたらと思います。この動画が参考になったよという方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。感じたことや思ったことなど、ぜひぜひコメントをお願いします。 X、Facebook、Instagram もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。